皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年8月30日に公開された第70回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント2回戦、糸谷哲郎八段と青嶋未来六段の一局をお送りするぜ。早速、対局者の紹介よ。まずは先手の糸谷八段。1988年、広島県広島市出身の31歳。今期竜王戦2組、順位戦 A 級、タイトルは竜王を1期獲得、一般棋戦優勝1回。2006年のデビュー当時からその強さで大変注目を浴び、当初のニックネームは怪物くん、今はダニーと呼ばれているな。 NHK 杯での活躍や竜王獲得など目覚ましい活躍をし、その後も安定した強さを発揮することで A 級に定着しているわね。本格的な一射の棋風と独創的な指し回し、破壊的な攻撃で相手陣を強襲する様は、まさに怪物だ。後手からの一手損角代わりも定評があるわね。他にも、とても早見えの指し手が有名で、バチダンバチダン、と時間を消費することなく圧迫するのは、早指し棋戦向きと言えるよな。今回は先手、どんな作戦で行くのかも見ものよ。一方の後手、青嶋六段。1995年、静岡県三島市出身の25歳。今期竜王戦5組、順位戦は C 級1組。この先生もまた、独創的な指し手が有名で、どんな戦型でも対応できるオールラウンダー。なんだったら力戦型を厭わないタイプで、丸太一族の一員と言えるわね。丸太をぶん回す人って、なぜか痩せ型が多いよな。そういえばそうかも。何はともあれ、特に中飛車からの振り飛車穴熊、右玉といった、指し回しの難しい戦型を指しこなすな。右玉に関しては、何冊も本を書いているので、右玉に興味ある人は、読んでみることをおすすめするわよ。さて、残暑は厳しいけど、そろそろ秋の足音も聞こえてくるようになったわね。さすがに8月末だからな。朝晩涼しくなってきたので、風邪はひかないようにね。と言ってもまだまだ暑いんだがな。過ごしやすい秋が待ち遠しいわ。8月の終わりの日曜日、皆様はどうお過ごしですか？今年はなかなか出かける機会がなかったから、将棋を見ることが増えた、という人も多いんじゃないかしら。できないことがあるときは、こうやって新しいことを取り入れるのもいいもんだ。なんというか、本当に天気となった夏よね。本当に。それでは、こういうときはいっそ楽しんで、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、糸谷八段。マリサが後手、青嶋六段だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。実はこの二人、初手合いなのよね。7六歩。これだけの実力者同士だから意外だよな。8五歩。まあ、巡り合わせがあるからね。7七角。順位戦や東西の違いでこうなるみたい。3四歩。なるほど。6八銀。先手は得意の角代わりを要求。3二銀。一旦保留で駒組みを進める。7八金。どちらが交換に持ち込むかの駆け引きね。4二銀。思いっきり誘ってきたわね。では遠慮なく。2二角なる。壁金になるけど、どう対応するのかな。同金。それは今後のお楽しみだ。変わった形になりそうね。7七銀。というわけで、整えながらの駒組みだ。4四歩。4八銀。4三銀。2五歩。5二銀。9六歩。9四歩。1六歩。1四歩。6八玉。6二銀。3六歩。6四歩。さて、では早速、4六角、ちょっと仕掛けていこうか。このいかにも怪しい角の狙いは、2四歩、同歩同角とした時に王手になり、6一玉と逃げれば、5一角成が王手金取り、竜ができることが大きいね。
桂馬で角の筋を消したとしても、同角同金に対して、2一飛車なると走る手が痛烈で、ここまで来ると先手の勝勢と見ていい展開ね。つまり、後手としては2筋は死守せねばならず、突破された時のために王様の退路も確保する必要があり、さらに、6四の歩を守り、角の動きを牽制しながら動く、デリケートな手が求められるわけだ。というわけで、まずは目下2つの目標を叶えるこの手だ。6三銀。歩を守りながら退路を確保。2四歩。同歩と取らずに銀を引いて待ち受ける、3二銀。二三歩なる。同銀。二四歩。三二銀。一旦突破は防ぐ形になったな。三七角。端からの攻撃を匂わせる。三三桂。四六歩。七四歩。ちょっと落ち着きを取り戻してきたね。四七銀。途中だった陣形整備を進める。七三桂。五八金。八一飛車。桂頭を守る駒がないこの瞬間を狙う。一五歩。まずは歩を確保するよ。同歩。三五歩。同歩。一五香。同香と取ると角が飛んでくるので。一四歩。一段下に引っ付けて受ける。三四歩。桂香交換で良しとする。一五歩。三三歩なる。同金。角道を開けて、角の活用を模索するよ。四五歩。同歩。五五角。ぽっかり空いたスペースを突くぜ。一九角。ぐ。黙っていいようにされるより、三三角なる。王手をかけに行く。同銀。飛車の働きが制限されるけど、一八飛車。背に腹は変えられないかな。五五角なる。二三歩なる。四四銀。飛車を動かすために馬をどうにかしたい。五六銀。五四馬。二八飛車。このタイミングで王様を安全圏に逃がす。六二玉。二四飛車。これで飛車がいじめられることがなくなった。四六歩。不安定な玉ポジを修正する。七九玉。飛車先にきっかけを作りに行くぞ。八六歩。同歩。八五歩。これ以上引きずり出されるのは気持ち悪い。六六桂、馬に当て、間接的に後手玉を睨む。三六馬。六八金右。八六歩。次は44飛車で補給できるので切ってしまおう。同銀、結果的に銀交換になるね。同飛車。八七歩。八一飛車。三七歩。一四馬。四四飛車。さて、手駒は十分。高級銀、そろそろ決めにかかろうか。四三銀。六八銀なる。飛車先が開くけど、馬の利きが厳しい。同金。一旦駒を補充してからの寄せだ。四三金。七四桂。同銀。四三飛車なる。八七飛車なる。この攻めが届くかどうかなんだけど。四二竜。五二桂。先手の駒は金金銀に歩が一枚。追われても七一に逃げれば罪はなさそうだ。五一銀。
7一玉、ぐぬぬぬぬ。7八金打つ。6九金。同金。同馬。同玉。5八銀。同玉。7八竜。6八金。6九角。4九玉。さあ、先手玉を引っ付けて終わりだ。4八金。うん。同玉。6八竜。ぐぬぬ。下段に逃げても頭金、合駒も意味なし。橋攻めの構想はいいと思ったけど、たった一歩の受けで全てが狂ったわ。冷静な受け方を見事でした。負けましたー。ありがとうございました。気持ちよくさせていたと思ったけど、橋攻め失敗から一気に景色が変わっちゃったかな。47手目、1号強の場面だな。この場面、パッと見では同強、同角として、強者を確保しながら後手玉を睨む、という形を思い描いていたけど、48手目、たった一つの歩で全てを狂わされてしまったわ。まさに絶妙の手、妙手だったな。一マスずらされただけで、攻めが成立しなくなるというのがすごいわね。ちなみに、わかりやすく言うと、この1、4歩を含めた一連の流れで、評価値が800点ほど後手に触れたことになるわ。おっふ。この何気ない一手でそこまで差が開くんだな。歩の手筋、バカにならないわよ。間違いないな。さて、この結果を受けて青島六段は3回戦進出。次戦は、山崎八段と広瀬八段の勝者と対戦するぜ。3回戦にもなると、トーナメントもだいぶ進んだって気がするわね。約半分、ベスト16だからな。頂点までの道筋が見えてくる頃合いね。見る側としても、応援する先生が頂点取れるんじゃないかと、楽しみになってくるよな。地元出身の先生が残っていると、毎週末が待ち遠しくなるわよね。そういう楽しみ方も、全国放送の醍醐味だな。違いない。さて、それではそろそろお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。